どうも、自己流ミニマリストのリアルです。おお。落としそうになってまさかのテイク2。どうも、自己流ミニマリストのリアルです。何事もなかったように。鏡見たらいいのか画面見たらいいのかよくわかりませんけども、どっちでもいい。実家の片付け13回目でしょうか。もうちょっと回数が、数はもうやめ、本当にわからなくなってしまいました。投稿するときにちゃんと調べてあれしますけど、多分13回あれせえへんよ。なんですけども、これは実は我が家です。はい、自宅マンション。実家の片付け今日行ったんですけど、バスでね、ご近所にね挨拶に行ったりとか。挨拶回りが大変でした。いろいろ大変やったんですよ。それで親戚のおじが後から来てくれて、でまあちょっと手伝ってくれて、例のごとくね送ってくれてっていう感じで、常にねご近所の方かおじか一緒にいる状態だったんで、もう動画を回す余裕も隙も何もなかったんですね。もうバタバタ。それでもう今6月5日です、自宅に帰ってきちゃったんですけど、おじとね、実家の片付けをしつつ我が家が今どういう風になっているかっていうのを、もうねリアルよ、ミニマリストの名前をもう返上して、どこに返すねんって話ですけどね。もうマキシマリストです私、戻っちゃったっていう動画を、また目指せミニマリスト、今日はお届けしたいと思います。でも思考はミニマリストです。マキシマリストになってませんよ。なってませんけど、マキシマリスト状態ですっていうね。お部屋、実家の片付けで、実家は片付いていくけども、自宅はもう家事もしてなければ散らかり放題やし、たった一日でもう家をねゴミ屋敷状態に散らかす名人の息子がいる状態で、あいつ的息子だけがいる状態で、そして私が実家からどんどんいろんなものを持って帰り、親戚のおじからいろんなものをもらったり、いろいろ買ってもらったりとかして、それをこう溜め込んでってる状態。でもこれまた序の口の家の状態を、息子がいないうちにちょっとね、鬼の犬間にですよ、記録しときたいと思います。まずじゃあね、玄関からじゃーん、見てください、これ見て、これ。すべてリアルです。これぞまさしくゴミ屋敷。ゴミはないよ。自己流ミニマリストの家がゴミ屋敷と化すっていう状態です。母から飛んだプレゼント。ね、これもう下駄箱の上まで物がいっぱいですよ。置くとこがない。まだ増えるから。もう下駄箱の中とかもね、紹介できません。もう下にいろんなものがあったりとかするんでね。もう扉開けられませんけど、この辺も全部、ほとんど母の荷物。これをメルカリで売ったりとか、ゴミに出したり、これ片付けて、行かなきゃいけない。そっからの段階ですよ。とりあえず家をね、1ヶ月以内に空っぽにしなきゃいけないから、実家をね、今荷物をどんどんうちの家に入れたり、いろんな人にあげたりとかしてる状態なんで、ゴミも一緒に持ち帰ってる状態です。ゴミっていらんものね。ダンボールね、引っ越し屋さんのダンボールをメルカリに使ったりするかなとか思って置いてるやつもありつつ、これは捨てた、はい、母のとことね行ったり来たりしてるキャリーバッグとかそのままやし、今日もいろいろ持って帰ってきたんですよ。この段ボールに入れて布物とか、もうこの下ね、これずっと持って帰るって言ってた、これ覚えてますか皆さん、これホットプレート、もうこんなん開けて、その YouTube 用に料理してる暇なんてありませんよ。今ね、一回使ったよ。とりあえず今置いてある台とかしてます。また使うわ。でこれインスタライブで使おうか。農協で買ったねトウモロコシとか、これ花屋さんでね今日プレゼントしてもらったアジサイ、好き、アジサイ、おじのお友達にもらいました。ね、これ花なんか飾る状態じゃないんですけどね、我が家花がかわいそうです、はい、こんな私の小学校の時の似顔絵がありつつ、これもね写真撮って捨てようと思ったんやけど、とりあえず今持って帰ってきました。もう捨てた。母の書類類だいぶ片付けしたんですけど、動画あるよ、残ってんのね、ビニールに入ってたり、これもあと半分ぐらい、写真は手つかず、バラバラやったやつをこうやってねカゴに今入れてて、片付けしてってる状態ですね今。で今日これゴミいっちゃうんですよ。これゴミ袋に入ってますけど、ゴミじゃないんです。間違えて捨てそう。これは母の高級ブランド、半分お下がりらしい、ストールとかね、マフラーとか入ってて、こんなねアマゾンで届いた洗剤とかもこんなところに置きっぱっていう状態、もうすごいでしょ。でこれもゴミちゃいますよ。持って帰ってきた、母の家から持って帰ってきた雑貨、中身覚えてない、を片付けなあかん。この辺ももうすごいでしょ、吐きそうや、もう説明できひん、もういろんなものがいっぱい。ほんでね、まだまだ続く、ここ洗面所、今私が帰ってきて脱いだシャツとかそのままですけど、今日溜まってる洗濯物と、あとここね、これ私が今つけてた安いヘアクリップ、なんか気づいた模様、これ入ってましたかね。私マイクのとこ手で塞いで喋ってたから、これで雑音入るんよね、いつも。今日はいけてるかも。まあいいや。よくねえよ。スキルアップ頑張る。これね、
母のとこから持って帰ってきた洗面所にあった、これ一部よ、化粧品とかほとんどなくなりました。とりあえずこのカゴに突っ込んで今ここに置いてるんですよ。ほんで片付ける暇がないから、お風呂上がりとかに化粧水とか乳液とか使うのをこっから探して、あ、これなんか古いもんがあるわ、これはぽい、あ、これ今使えそうやわ、これ今使おうみたいな感じで使いながら片付けていく。福引きのようにね、くじ引きのようにこっからこうやって抜きながらね、減らすの快感、毎晩楽しんでいこうと思って。割と楽しい、楽しんでいこうと思ってっていうか、そういう風にゲーム感覚にしないともうやってられないから、とりあえずそういう風にしてるっていうだけですけど、ね、節約やね。こんな感じ、洗面所こんなになってるでしょ。でもここもこんな大きなね、旅行に行くんですかみたいな、これ引いて歩いてるキャリーバッグ、これはねちょっとおじさんにあげようかなと思ってる帽子、売らずにあげる。でこの中ね、持って帰ってきたものこのまま入ってますよ。これなんかあのボタン、すごい量よ。洋服についてたボタンをビニールにいっぱい入れてたり、この下何やろもう分からへん、私も忘れた。洗面所にあったものねいっぱい詰め替えてきて、ちょっとこれ開けてられへん、息子も帰ってくるから急ごう。みんなこの辺、まあ、ちょっとこれ映されへんか、もうこれはいドーン、キッチンもこんなですよ、すごいだろう。洗い物してそのまんまやし、買い物してきたやつをそれ今のっけてね、片付けしていかなあかんと思って、いっぱいいっぱい、こうね、もうこんなもう散らかりまくり、まくりまくり。ほんで息子がね散らかしたこのリビング、そしてこの辺、これはまだマシ、こんなんですよ、ダンボールと、これダンボールは崩した。このコロナの自粛で買いまくってる通販の、主にアマゾンとヤフー、買った商品届いた後箱を空き箱で出るじゃないですか。こんだけ物あったらメルカリで売りまくらなあかんと思って箱を置いとこうと思って置いてるんですよ。箱もらうとこないし、もうどんどん溜まってく、メルカリする暇がないから、病院すら行く暇ない。電気つけなかったね。この頃はまだやってなかったけど、1ヶ月ぐらい前からやり始めたよ。わかりますこの説明、私いやちょっと厳しい、みんな見てくれるかな。めちゃくちゃに喋ってますけどね。副音声入れるスペースもあんまりないしすごいでしょ。でこれあのメルカリで服売るのにアイロンしっかり当てたいなと思って、ちゃんとしたアイロン台欲しいと思って、折りたたみ式ですけどこう立ってできるやつね買ったんですけど、こんなんしてね布引いて、なんかあのマジシャンがマジックするみたいな台みたいになってますけど、いやわからん、もう言葉が出ないね、もうこの辺もう何がなんやらわからへん。もうこの服とかね畳んでこの辺に置いたりとかしてるんですよ。これだんだんカオスになってきて気が狂いそう。カバンとかね入ってて、この下は息子の参考書類、これもメルカリで売ろうと思ってんの、もうね半分捨てたらいいと思って。メルカリで本出品中。これ昨日かな持って帰ってきた母のカバン。これで3分の2。ここ干してたんですよ。本当は全部洗いたいんですけどね。いない間にちょっと干しとこうと思って干して、でこうカーテンの中から日が当たるようにと思って。殺菌殺菌。洗濯したらもう洗濯してこのまんまもうこんなになって。見苦しい。ハンガーから落ちそうになってますけど。でこの辺。すごいよ。洗濯物とか。うちのね。母のとこから持って帰ってきたもの。洗濯して気持ち悪いから押したまんま乾燥機追いつかない、畳む暇ないからこんなして、いやもうここまでで耐えられへんねんけど、綿毛布とかこんなんなって、見るも無残。ここももう今日書類整理してる途中ですよ。これひーやろこれ、もうなんかねこん時の感情が蘇ってきて、もうちょっとほんましんどい。こんな大変、これストレスマックス。これあの母のカバンのブランドものの外のなんていうの、外袋合ってます。いっぺん洗濯した方がいいかなと思って洗濯したりとかして、アイロンも当てました。これカバン類、ほらまたカバン、私のとか、私のは一部よ、母のとかもう一色単なって、私のものと母のものをドッキングですよ。もうすごいでしょ、もう言葉が出ん、もうこれもう説明もできへん、理解もできへん。いろんな書類、これクマちゃん隠さな、もう病院関係とかその福祉関係っていうかね、あの老人施設のやつとかいろいろそんな書類をね今整理してるところ。書類は紙派。でも布団も朝起きてそのままひっちゃかめっちゃか慌てて出ていったから。メイキングなんてしてられるか。これもねちょっとこれまたね動画作りたいんですけど、これ私のね、お見苦しいですけど、自家製の掲示板、お手製な、これね重宝してるんですよ。これもまたね動画作りますけど、これだけで動画いけるかな。こんなんでね、これでもめちゃめちゃ気に入ってるんです。事務的な用事を管理しつつ頭すっきりする。これ私の事務所ですよ。もう散らかりまくりですよ。もうこれ見て、これ説明するのも嫌。これたっぷり物いっぱい、みんなドン引きね。え、まあまあまあマキシマリストの時はもっと物持ってましたけどね、この何倍も。でもこんな散らかってなかった。確かに。もっと綺麗にしてた。向こうの状態も耐えられない、もう。母を恨む。だけどね、もうほんと片付ける暇がないんですよ。毎日実家。でもなんか必要なものをこんなとこから取ってってるっていう感じで。まあ生活はできてます。いや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 、もうこれもう恐ろしくて、これ電気つけられない、これ息子の部屋。ミニマリストになってたからよかった。息子の部屋はもう本当に。
これ息子の部屋は私片付けてますからね。いやもうこんなんですよ、大告白。もう本当にどうしよう、辛いね。いつになったらミニマリストらしい部屋にできるんでしょうか。当分無理ね。引っ越してきた時はなんか物が少ない感じで広々としてたんですけど、もうここにね過去動画あるよ。山のようなあの母の洋服とか食器が来ますから、多分ここいっぱいになりますよ。まださらに来ますからね。どうしていくか、お部屋化計画ですよ。考えないといけません。とりあえず1ヶ月でねあの家を開けないといけないから、ゴミを吟味してる暇がないんです。頑張ります。私も頑張る、ね、報告します。とりあえずね今日はもう息子も帰ってくるんで、すぐ帰ってくる、この辺にしときたいと思います。ああ短い、あの分かりにくい説明ですいませんでした。申し訳ないです。それではまた、次はまず実家で。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。 Twitter、インスタもやってます。それではまた。